ランチハンド作戦での任務を遂行する4機の米軍航空機 C-123、1960年代、ランチハンド作戦は、ベトナム戦争中の1962年から1971年にかけて行われたアメリカ軍の軍事作戦である。ベトコンが潜む森林を失わせ、同時に食料を奪う目的で、ベトナム共和国の農村部一帯に、 推定戦2 0 0万ガロンもの枯葉剤を散布した。この作戦には、ジュネーブ条約違反であるとの非難もなされる。日本では、枯葉剤作戦、枯葉作戦とも呼ばれる。1965年から1971年における、ベトナム共和国への枯葉剤空中散布、アメリカ合衆国陸軍省資料より、この作戦のためにダウケミカルやモンサント社のような、 価格メーカーは以下のカレ剤材の生産を命じられたこの中で最も大量に用いられたのはオレンジ材であり、現在は高濃度の大沖き類との混合物であることが知られている。1200万ガロン以上のオレンジ材やその他のカレ剤材がアメリカ軍の航空機によって東南アジアに散布された。2005年にニュージーランド政府は紛争においてアメリカ軍に オレンジ剤が供給されたと立証した。1960年代初頭から1987年にかけて枯れ葉剤の主成分の一つに4、5T 農薬がニュープリマスのプラントで製造され東南アジアの米軍基地に海上輸送されたとされる。ランチハンド作戦の重点エリアはメコンデルタ地帯であり、ここではアメリカ海軍の紹介艦艇が 水面下から生える下草に隠れた敵の攻撃から被害を受けやすかった。この作戦は1971年5月にベトナム共和国空軍のビエンホア航空基地において終了した。ランチハンドと書かれた看板と C-123 輸送機カインホアショーニャチャン基地1960年代。ありがとうございます。